はい、おはようございます、ね、今日もおはようございます、はい、ということで、はい、そうですね、はい、今日も、今日は土曜日の朝かな、そうですね、はい、土曜日の早朝、はい、朝からカラカラ騒ごうぜ、よっしゃ。はい、おはようございます。そうね、はい、今日ね、あれ二人って来てるんですけどね。超めっちゃレアですね。これレアやね。今は二人やね。まあ、はい、性別にはね。で、今日はね、はい、前回と前々回ね、昴生が最初の15本だけ出たっていうことで、ね、はい、今日は要望も多数寄せられてるんで、欲張りに30分昴生出るかなと。30分、うん。そうですね。ちょっと贅沢やね、昴生の贅沢。いや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 、昴生の無駄遣い、うん。僕はね、あんまりそんな、うん、プレミアキャラでいたんでね、やっぱりね、うんうんうん、あのピノ2部にいたんですかっていうぐらいの、うん、あの隠れキャラというかね、よく言いますわ、ナンバーワン。いや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 あの本当にね、幽霊部員でいたいんでね、はい、うん、いや幽霊部員、まあね、今日はね、はい、まあ昴生長くいるよと、はい、ということでね、はい、そう、今日はもう、そう、今日ここはね、チェンジしなく、今日はチェンジなしで、はい、今日はね、ずっと昴生指名でいこうかなと。昴生指名、はい、チェンジしませんよ、今日は。あ、今日はね、ずっとね、はい、ね、いや、一人目、まあ、主任一人になったらもう、ちょっと。そうね。うん。俺はね、結構前かおるけどね。やっぱり昴生はね、最近ちょっとね、レンチャンで出てるけどね、ちょっとね、一時期ね。そうですね。出てない時もあったんで、最近ね、昴生推しで、まあ、行こうかなと。そうですよね。いやいや、そうですよね、大丈夫ですよね。まあ、でもちょっと照れますね。特に二人ってのがね。今この二人っていう、この絵面は初めてやもんね。そうですね。このニコ生始まって以降ね。この、ね、対談みたいな感じですよね。なんか対談ね。はい。うん。対談ね、対談っていいよね、でもね、なんか、そうですよね、なんかあることを題材に語り合うっていいよね。はい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 、はい、よくほら雑誌でさ、あるやん、雑誌で対談の企画みたいな、こうね、で、あれね、結構対談ね、雑誌の企画面白いのかな、はい、対談してるように写真をすげえ語ってるように、はい、ワンショットだけ撮って、あと適当に答えてるだけだからね、結構ね。ああ、そうなんですね。裏そうなんですね、うん、結構もうね、なんかね、結構適当、まあまあね、まあね、表沙汰まで綺麗にできとけばいいのかなということですね。はい、そうそう、このペアでね、昴生はそういう風にさ、はい、語り明かしたこととかある？いや、僕はもうないっすね、そう考えると。結構語りキャラじゃない？そうっすけど、大概酔っ払ってる時は語っちゃいますね。あ、酔ってちょっと酔った時はただテンションだけなんだけど、はい、ちょっと抜けてきたらもう語りキャラになるよね。そうですね、語りキャラ、そうですね、なりますね、本当に。多分昴生が、昴生の50年後は多分ね、もうやたらと語るおじいちゃんにやってたよね。いやでも50年後どうなりたいですけども。俺はやっぱり、アグレッシブなおじいちゃんになりたいね。アグレッシブ、なんか今よりもさらになんか動いてゲートボールとかしたい。はい、あーゲートボールとかね。ゲートボールね。そうそう、まあおじいちゃんといえばゲートボールかな。はい、はい、やってる。おぉ、来ましたね。来ましたね。やってるね。やっと来たよ。あれ、待って、ビール、お茶、お茶、何やこれ。いやいや、バレました。バレましたね。ビール、お茶、お茶、何やこれ、はい、やっぱりね、代表はビール飲みたいのかなというね。あということで、はい、気が利くね。はいはい、そうですね、はい、ビールいっぱい持ってきたのに。あ、実はね。マジですか。そうですか。あらら、僕、お茶、ウーロン茶、ね、朝は黙ってウーロン茶みたいな。ねえ、はい、視聴者の皆さんはそれでいいのかな。ちなみに、これ、昴生もおしゃれやんね、これね。まあ、そうですね。まあ、色は綺麗なね。ね、ダメだよね。いや、大学来るまで一回お茶で、ね、ああ、ちょっと、俺のために待っててくれたってこと？ちょっと、軽くお茶飲んで。気が利くなぁ。一回じゃあこれ飲もうかね。気が利くなぁ。確かに。だってね、やっぱ視聴者の皆さんもいつもこれ多分飲みながら見てると思うよ。なるほど。もしくはもう酔っ払って、ああ、もうそろそろ寝よっかなぁ、寝る前にみたいな。はいはいはい。なるほど。ね。だったら一緒に乾杯しないとね。まあ、そうですね。お酒飲むのは実は大好きですけどね、本当に。じゃあ、乾杯しますか。乾杯しますか。乾杯！よいしょ！わー、いいね。朝からビール。うん、
朝からビールいいねって嫌な言葉しか聞こえないで、まあ、前回も話したけど朝からのお酒は結構贅沢ですよね。贅沢いいやっぱり、はい、なんでそれ50年後の話してたの。超未来的な話してるね。そうですね、やっぱり今、うん、ビジョンを語り合おうかな。ああ、はい、俺とかね、オーナーとかでずっとやっぱそういう話するんだけど、はい、何したいみたいな、将来何したいみたいな。まあ宇宙旅行は行くよねみたいな。おもちろん行くよねみたいな。枠の一つよねみたいな。結婚式どこでするって話から始まったんだけど。なるほど、はいはいはい。まあ、ハワイとかじゃなくてやっぱ宇宙でしたよねって話になって現代未もうすね、うん、やっぱこう言ったことって実現するってさ、思考は実現するってなんかずっと話しててさ、まあ宇宙は行くよねって50年間まあ確実に行ってるよね。うん、宇宙ですか。宇宙ですか。多分リーズナブルになってると思うんですもんね。何億とかじゃなくて。いやもうだって今でもそんな何千万とかじゃないの、分かんない。ああ、そんな感じなんですか。うん、別全然なんか、ま、ただ死ぬ確率が、ね、うん、でも周りが迷惑だって間違いない。周りが迷惑、周りがいい、呼ばないし、ああ2人きりそうそう、まあロマンチックですね。本当にね、だからもうむしろ来てくださいって渡せるぐらいのね。あ、そうですね。それぐらい大きい人間にね、通行料は交通費払うよっつって、うん、もう交通費払うからおいでよって、え、どこ、うん、ああ稼いだよっつって、うん、未来的に、うん、あ、近いねっつって、うん、開けとくわ、日にち開けとくわ。結構ね、宇宙行くら30億もう何人か、もう何人か買ってる。あと2億足りないわ。あと2億ですか。あと2億足りないわ。あ、来年ぐらいですね。来年だわ。来年ぐらいですね、じゃあ、うん、はい、30億か。でもなんか未来ってなんかいいっすね。え、先の未来いいっすね、うん、なんかそういう話するよね、楽しいよね、夢がね、うん、夢が先の話よね、楽しいよね、やっぱり夢の話はね、うん、確かに。くーちゃんに言ってもらおう。くーちゃんに、くーちゃんに先聞こうかな。でも、くーちゃんあの人あのあれだから、危険なもの乗りたがらない人だから。え、そうなんですか。確かにジェットコースター、いや危ない、怖いんじゃない、危ない。バイク乗るでしょ。バイクは一番危険運転だけど、なのにもうそこはいいですね。バイクはいいですね。自分はいいんだよ、自分がする分には。なるほど。雨の中のもうカーブすごい真夏、もうめっちゃ倒すね。攻めまくるっすよね。攻めまくる。あ、だからもうバナナボートとかも乗んないっすよね、全然。ああ、いや、バナナ一回乗ったよ。あ、本当ですか。一回だけ一緒乗った。あの、そこはいいっすね。ジェットに、海外。そういうことですね。だから多分まだ行かないんじゃないかな。もう安全になって宇宙行けますよーってなった時じゃないと。そうですね、うん、今ちょっと行っても30億かけて死んだらね、ちょっと。あ、まあでも乗れないもんって僕はありますかね。もう乗れないもん、怖いもんある。怖いもんですか。お化け屋敷とかジェットコースターとか。そして怖いもの知らずだもんね。いや怖いもんすか、うん、やっぱ人混みじゃないですか。人混み。なんか襲われそうみたいな。どういうの、あのね、酔っ払ったら大丈夫なんですけど、あのシラフ状態で人混みに入るのがすごい苦手なんですよ、ね。あの触れられるのがすごい嫌というか。あ、なるほど。はい。もうだからね、人混みが一番、まあ、苦手というかね。苦手だよ。俺もわかる。苦手です、ね。花火大会とかね。それはね、あのベッタベタした手がこうなんかこう当たるのとかもうありますね。ね。うん。嫌だなみたいな。おばちゃんが急に後ろから押し切ったりとかもありますもんね。はい、おばあちゃんが押してくるの。おばあちゃんがね、びっくりした。おばあちゃんにドキドキじゃん。お前コックスがにドキへんみたいな。結構ありますもんね、そういう人混みに関しては。おばあちゃんね、押してくるか。うん、でもそうですよね、まあ確かに、まあ、一番怖いものおばちゃん。おばちゃんっすね、やっぱり、はい、イケイケのおばちゃん怖いっすね。イケイケのおばちゃん、ね、イケイケのおばちゃん特に関西方面のね。あ、結構ね、テレビでもやってるけど、結構まあね、危ないですよね、結構ね。おばちゃん俺めっちゃ話しかけられるんだよ。おばちゃんに好きそうですもんね、おばちゃんが。おばちゃんとかでもニコニコしてるから。ああ、なるほど。めっちゃみたいなしてるから。お兄ちゃんどこから来てんの。あ、いやいやいや、東京でーす。めっちゃ話すけど、おばちゃん楽しいけどね。僕おかまに好かれますけどね。おかま行こうぜ、おかま。去年ぐらいあるよ、ね、指名いたぐらいなんで、あの、やっぱり2丁目で飲むこともあるんですけど、やっぱり、うん、おかまの子に好かれますね。でも嬉しいよ、それ。あ、嬉しいじゃない、羨ましいよ。だって俺も2丁目とか、はい、そういうおかまの方とかと飲む時とかは、はい、やっぱり絶対さ、一回はさ、誰が一番イケメンとか、誰が一番、あるね。タイプどれみたいな。あるじゃないですか。あるね。で、やっぱ、あんま刺されないですね、僕は。はい、刺されないんだけど、まあ、でまあ、やっぱり内心ちょっとね、悔しい、負けたことが。なんか、わかる。なんか、別に好かれたいわけじゃないけど、うん、
誰がイケメンって言われて刺されんから、大体ちょっとそれはなんか内心いくら相手がおかまの人でも悔しいんですよね、やっぱ、うんうんうん、負けたくないから。だけど羨ましい、待って、モテることに関してはいいことやと思う。そうそう、だから僕もおかまの人に関しては、うん、もう男性なんでもう後世って名前つけますもん。え、あの後世ちゃんってしますね、あ、名前をその人に対しては。 なんでいや、もういや、もう統一で後世ですね。対談、いやいや、やめましょう、これやめましょう、これすみません、ちょっと意味わかんない、ちょっとあの、やめましょう、ほら、これ秘密、これ秘密、ほら、ごめんなさい、あの、個人情報です、すみません、あ、個人情報。で、俺、初めてシャンパンを楽しくて入れたのが2丁目だった。へぇ、人生初シャン、人生初シャン、めっちゃ楽しい、うわ、楽しい、お顔めっちゃ面白いなと思って、で、シャンパン開けたらもっと優しくなるもんね。あー、かっこいいっつね。だから、お金使ってないけん。あ、なるほど、うん、やっぱホストと一緒やん、やっぱお金使ったらその分、お金使わないでやっぱ地方してくれない、見合ったことを言ってくれるわけですね、うん、一番かっこいいけど、お金安いっすもんね、いつも高級キューンってくれるから。でも、独特で、2丁目そうそう、やっぱどこでもやっぱお金使わないで、あ、この世の中やっぱり2丁目も3丁目も、おかまないでもおかまの人って話術の半端ある。なんでおかまの人はね、まあ変形とかじゃなくて、あんなにみんな口がうまいのかな、みんな面白いよね。あれはなんでなんですかね、なんでなんだろうね。お互いの感情を理解してるからこそ、あ、そうかもしれない、世界広いですかね、他の人より。あ、男女相手の全てのことを視野に入れれるからかじゃないですかね。ちょっと普通にのんきよりも言ったら、うん、視野が広いんですよね。ね、だから多分あんなうまいんですかね、みんなうまいですよね、みんな面白い、うん、ますか。2丁目じゃ、ね、2丁目で働いてないおかまの人もみんなもう口達者やしね、いいかもね、2丁目研修でも実際いいと思うんですよね。あ、でもなんか喋り方、俺もさ一時期やったらさ2丁目行き続けるとさ、はい、口調がちょっと変わってくる、方言が映るみたいな感じ、そうそうそう、大阪行き続けたら大阪弁になっちゃうみたいな。なるほど、それマジですね。ちょっとなんか最近ちょっと鎌倉臭くないって言われた、あ、2丁目行ってるからやと思って。あ、なるほど、それ確かに映りそうやな、ちょっとある。まあでも、まあ、そうか、でも2丁目いいっすね、東京も面白いとこいっぱいあるんで、うん、そこがいいなって思って。2丁目卒業してホストになったとか、ホストから卒業して2丁目に行ったとかしておるけど、結構みんなその人なんかすごいって聞くもんね、やっぱりすごい喋るし、やっぱりお、ね、女の子のね、女性の気持ちを理解できてるっていうのはすごい強みだよね。あ、そうだよね、やっぱり女性の心っていうのは永遠のテーマやから、うん、はい、逆に女性になってみたいってあります？あー、もう、あー、生まれ変わったら男がいいけど、やっぱり一日交代とかはね、あー、いろんな意味でしょうね。でもさ、女の子になってみたいですも、はい、心が女の子になってるんだって結局見ないからね、体が女の子になるだけだったら、なんかただいらしいことしか考えんから。まあそうですね、まあ、そうそうそう、女性ですか、僕女性になったら何したいですかね。まあまあ、ナンパ、まあ逆ナンしてみたいですけどね、いっぱい逆な、あ、そっちだ、俺されたいわ。ねえ、いやいや、ナンパされたい、されたい人ですか。女になって、あ、女になって、あ、ナンパされて、はいはい、って言ってみたい。ああ、ついてきたいですね。ああ、うるさいよって感じで。私興味ないしのあるね。あ、いいですね。でも女性になれたらどんな仕事をしてみたい。あ、まあ、無難に看護師とか言いたいですけど。俺はなんだろうな。まあでもやっぱキャバ嬢じゃないですかね。キャバ嬢してみたいけどね。だって女性しかできない仕事って限られるしね。やっぱりその逆もしかりやけど。キャバ嬢、キャバ嬢か、難しそうやな。逆接客みたいなさ、僕らで言う女番ですか。いや、まあ、ちゃいますよ、でもそう、でも放送キャバ嬢と間違いますもんね。全然違うもんね、やっぱり。違うね。そうですよね。まあ、キャビキャビしてみて、とりあえず。俺はビキニ着て、海でパーリナしたい。どんな風に？普通にもう。どんな風に？多分なんかイメージが、イメージだ。主任が、ビキニ着てるのが今イメージするから。まさやか今ビキニ着てるイメージするから。うわーだろ。で、さっきライフが言ったように、うん、で、ビキニでナンパして男の視線を見た、はいはいはい、どこを見てるのかの、いや、こいつやたら見てくるやみたいな、そういうことをちょっと浴びたい。ああ、うん、ちょっとね、そういうなんかしたいね、なんかそういう、あ、視線を浴びたいとか、視線を浴びたいですね。はい、まあ、ね、それが何、どういう、ね、L 目線でも、何でもいいけど、なんか視線を集めたいね、めっちゃ集めてみたいですね。どういう感じで見られてるのかなっていう。いや、そうですね、めっちゃ胸見てくるみたいな、あいつめっちゃ見てくるんだけどみたいな、そうそうですね。あー、その感覚ってだって俺たちにはないもんね。ないですもんね、胸見られないですもんね。あいつめっちゃチンコ見てくるわとかないもんね。ないですもんね、あったらやばい。あったらやばい。あ、タイミング CM いきますかね、じゃあ、はい、はい、じゃあ後半へ続く。いい。
こんな俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。はい、お話が始まりました。今ね、ちょっと軽く脱線したけど、そうですね、男子トークしようとね。まあそうですね、男が女の子を見るときね、はい、どんな風にいろいろ舐め回してる。それは人によりけりでしょ。でもこの前ね、はい、某ロンドンハーツって番組で、出川が、うん、もうただもうね、部屋、女の子の部屋着見て下から上までもう 5往復ぐらいしててめっちゃ舐め回すやんみたいな。まあ、でもそれは意識してるんだけど、自然に舐め回すように見てしまうんだよね、男はやっぱりね。あ、意識、あ、まあ、勝手にってことで、勝手に意識的に。本能ですね。本能だね。獲物の大きさを見ちゃうんだろうね。そうなんですよ、うん、鹿なのか、ネズミなのかとかね。まあまあそんな感じですよ、うん、ちゃんと相手を物色みたいな、うん、まあこれはまあ本能の問題なんですよね。狩るか狩らないか、狩れるのか狩らないかみたいな。そうですね。最初は昴生はもう始めます。例えば今、日常の話すれば初回の女の子につきます。はい、まず女の子のどこ見る？まずですか。僕足元ですかね。やっぱり足が綺麗かどうかによって。おしゃれ足元からって言うからね。あ、そうなんですか。すね毛生えてるか生えてないか。すね毛そこ見てるんだ。いや、たまにですけど。結構すべすべかどうかみたいな。なんか女子力高い人ってもエステ行ってるじゃないですか。はいはいはい、わかります。見た感じの、はいはいはい、まあ、あんまり女子力高い方がいい。ツヤツヤみたいな。いや、ふくらはぎは細めの方がいいかなと思うんで、ちょっとやっぱり見たりはします。でもこれは一この男性目線の話ですよ。男性目線で見た時ですよ。うん、まあ一対こうね、こう接する上では別にね、まあ生えてなくても、まあ、結構マニアックってやりましたね。男性は自分の好きなパーツを凝視してるイメージ。好きなパーツね。あー、どこ見てるかな。全身で行くならへそフェチですけど、僕は。へそフェチで言ったら。どんなへそが好きなの？いや、もう、いや、普通の小指入るぐらいのへそが好き。あ、ちっちゃいってこと？かわいいへそ。あら、なんですかね。まあ、へその位置にもあるんですけど、これ結構話は長なるんですけど。いいよ、長くて。まあ、やめました。そのね、へそのね、僕なんか胸元で寝たいとかあるじゃないですか。こう、だから僕は今までのへそ元で寝たい。学生時代とかもそうでしたけど、へそで寝るのが好きでしたね。へそで、お腹で寝る。へそを枕にさせてくださいみたいな。うん、まあ柔らかいしね、お腹もね。まあまあそうですよね。うん、やっぱり何やかんに二の腕とかも実は男性好きだったりしますからね。ああ、ね、そう。ね、わかります、わかります。実はね。こうやってるから別にあれ、嫌で触ってるわけじゃないんだよね。そうですね。別にあれ、いい時は俺好きなタイプだからさ。ちょっと柔らかい部分好きですもんね。そうその胸以外でもその二の腕とか、うん、やっぱりそう、まあ、ほっぺたとかね、うん、そういうの僕大好きですけどね、やっぱり柔らかいから、ケイアンお姉さんの後ろ長いと見ちゃいますね。綺麗なお姉さんの後ろを歩くときに向かいから歩いてくる男の人がどこを見てるのか察し。あ、でも俺もそれあるわ。それあるあるある。めっちゃこの人横目で見てるやんみたいな。ああ。だから女の子、その女の子、男の人ってことですよね。後ろが女の子、男の人。うん、そうだね。だから俺の後ろにめっちゃイケメンのヤマピーがいて、女の子どういう反応で見てるのかみたいな。まあそういう感じですね。ああ、そういうことやね。まあ、だいたいそういう時横目で、特にまあ横目でチラッと見てしまうからね。やっぱりあ、めっちゃあの人見てるわって聞くとなるんですもんね。そう、ちょっとですね、確かに。ああ、どうなんですかね。難しいですね、それ。難しいね、これね。そうですよね。基本、じゃあ逆に女の子と一緒にいる時とかに、はいはい、女の子を見てしまう。
僕は、見ませんね。あ、見ないんだ。やっぱり結構そういうのって女の子も一緒に、俺女の子も気づくし、逆にその逆もあるんですけど、うん、一緒の女の子を通ってめっちゃ行き回ったら、まあ、めっちゃこいつ見てるわ男の あのイケメンとか思ってちょっと嫌な、あんまりいい気分にしないで。それめっちゃ嫌だよね。嫌なんです。やっぱ逆も、もう、そうですね、もうパッて視野の中に可愛い、絶対可愛いやろなって女の子が映っても絶対にむしろ視点をそこに行かんようにするんですね。でもすぐ回れるな、見てるな、でももう回れるの嫌なんで、もう刺さって目指す、刺さってちょっと遠くの方見てみたり、違うところに、はい、顔を向けたりするから、ちょっと照れますよね。うん、まあね、せっかく一緒追ってくれるやんからね、うん、その女の子は。でもご飯食べるとき横っすからね、僕、基本的に。横向かいで、だから、ご飯食べるときも横に座って食べますから。ああ、隣同士？そう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 。もう普通に横っすね、居酒屋式っすね、完全にね。俺もでもカウンター好きやわ、うん、ね、カウンターの方がいいね、なんか真正面おったらなんか食べづらい、うん、俺もカウンターが好きね。え、あの横の方がなんかもっと親近感わかんなって、うん、ねえ、あ、女の子的にはそれ会話しにくいとかって感じなんだ。ああ、横がいいよね。俺も横は全然、焼き鳥とか串カツとか串揚げとかもそういうなんかこう横でできるお寿司とか、あ、横が好きでも鉄板焼きとかね、うん、うわ、これ女の子とあれの違いなんじゃない？違うなんですかね。あー、出てきたね、女子女違いが。はいはいはい、コウセ君リンゴジュース飲んだ。まあ確かにデートってなると、ーデートのシチュエーション、例えば映画とかでもそうやけど、デートのシチュエーションは大体もう真正面ですよね、うん、あー、 バーとかやったらまあ隣同士やけど、なんか例えば記念日とかデートしてるシーンとかは大体今真正面ですよね。状況によるんじゃないですかね。まあそうですよね、そう、ケースバイケースにしますかね。口説くときはやっぱりね、真正面の目見ながら真正面の方がいいかもしれんし、はい、普通にお酒飲みながら語るんやったらね、隣同士の方がいいかもしれんしね。いや、そうなんです、お酒飲んでるときはね、テレサとかなくなるんですよね。もう確かにね、もう何もかもがさらけ出してる状態なんで、もうやばいですね。やばいですね。あのお酒はやっぱ飲まない方がいいかもしれないですね。お酒はね、まあ飲んでも飲まれるんだってことね。はい、何さらけ出してんだよね。まあね、お酒はね、お酒って逆にね、飲めばね、本当ね、まあ、効果ありますからね。まあ基本男ってなんかシャイだよね。男はシャイですね。特に日本人男って結構さ、はい、目見ない。そういうイメージあるんだけど。ああ、でも九州男児ってもうなんかこう男って感じじゃないですか。え、いや九州男児はね、シャイなんだよ。シャイなんだよ。シャイが多い。テレ屋さんなんだよ。なかなか自分の気持ち言えない人が多い。そう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 、裏腹な裏腹、うん、男らしい。確かに九州男児って言うから男らしいけど、それは男と男に対してであって、あ、じゃあ女の子に対してはもう好きっていう言葉の数がちょっとあんまり好きって言わないのが男と思ってるみたいな。そう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 、男はあんまり愛してるとか言わねえんだ男みたいな。変に強かったね。空気読めようぐらいのレベルですね。そうそうそう、お前俺の行動で分かるだろう、男みたいな。あ、だからこっちに来て思ったのが、やっぱり向こうではそうでもなかったから、こっちに来てよくめっちゃ思われるのが、やっぱり何考えてる、言葉が少ないから何考えてるか分からんとか、やっぱり多いには感じたね。こっちの文化の違いやなと思ってね。あ、うん、言葉がちょっと少ないっていうか、逆に別れよっていう心、ハートトゥーハートを求めてるから、まあ、九州男児は。何で横を使ってハートインハートね。ハートインハート。そうそうそう。言葉で語られるまでもないと。そうそうそう、察しろよと。分かる。確かに。言葉っすか。言葉じゃないのね。まあ、僕は逆にストレートですけどね、完全に。もう好きでね、完全にストレートですけど。関西はそうか。そうですよね。関西の人はそういう人が多いんだ。逆になんか、ボケろよみたいな、笑い取れよみたいな、たまに言われますけど、逆にそっちの方が嫌なんですよね。関西人イコールなんか、お笑いみたいな。なんかこう、ね、ストレートの方がね。だからね、まあ、九州、口数がそう少ないっていう話なんだけど、その、プロポーズ。はい。プロポーズのシチュエーションをどうやったら、俺はどうやってプロポーズするかなって、そのシチュエーションいろいろ考えたけど、で、どういうことですか？何が一番ね、どういうのがいいのかなっていう。そうですね。ある？そういう、こういう感じが。で、プロポーズしたいみたいな、あの指輪渡す瞬間までですか？指輪はまあどっちもいいけど、まあ、どういう感じで結婚してくださいってことを切り出すかみたいな、どういうシチュエーションで、
結婚か。だいたい映画であるのか、そういうのおしゃれなレストランとかがだいたい映画であるシーンですよ、ね、俺ベターに多分それだわ。あー30後半ぐらいに。なるほど、ベターに。まあまあ多分なんだかんだ多分そのレストランが多いだとなとは思うけど、まあでも、まあ、毎日味噌汁作ってくれ、まあこれもね結構言われてるよね。どういうことですか、毎日味噌汁作ってくれって言うんですか。いやいや、まあ、まあコメント、ああまあこれも結構あるあるやん、セリフやん。このベタなんですね。後世はどういう風に言いたい。サプライズ、あ、僕される、あ、される方やと思うんですよ。あ、する方ですね、僕は。もうする方ですか、プロポーズですか。プロポーズって、結婚したいとは思ったことあるんですけど、いや、その、したいしたくないんじゃなくて、まあまあ、もしするとしたら考えてなかったですね。するとしたらやっぱり後世はね、それはもう、まあ、後世は普通に、はい、まあ普通に、あ、朝食でもね、昼食でもいいけど、はい、ご飯食べながら、とか結婚しようよって、で普通にもう、はい、さらっとストレートに言いそう。なんか恥ずかしがらず、言いそうな気がする。あー、そう、確かにそうかもしれないですね。これさ、はい、今、あれだったんだけど、フラッシュモブとかやられたら別れる。なんすか、フラッシュモブって。俺これ最近したんだけど、はい、例えば、バーって道歩いてるときに、こう道歩いてるときに、はい、バー人混みいるじゃん。はい、それ一人の立ちがなんかこう踊り出してみんなが最後わーって全員があるですね。そう、なんだろうな、なんていうの、あ、はいはい、エキストラで、あ、テレビで全員で最後なんかハッピーバースデー的な感じのやつやね。でもどこやったら別れるって聞いてる。あれね、女の子嫌なんですかね。あのレストランでハッピーバースデーもできれば嫌いな子、あれ多いよね。結婚式のムービーぐらいでいいんですか。もしそういう時は二人きりの空間でそういうのを味わいたいってことですかね、うん。あ、それはもう日本人の特色よね。あれ、あれ海外の人やったらキャーなんだけどね。日本人は違うんすね、じゃあ。あ、日本人って、あれは女の子はね、まあ、外国人ね、両親泣いて喜んでる。あ、やっぱりそこがカルチャーショックよね。カルチャーショック、うん、違うんだろうね、感覚が。あ、海外ね。でも男はね、なんかそういうのなんかしてみたいみたいなの希望があるよね。なんか無駄に頑張ってサプライズとか頑張るんですけどね、うん。もう1分前、早いっすね今日。早いね、早いっすね。後世マジやみたいな。振りかな、振りなのかな、これは。どういうことですか、どういうことですか、何の振りですか。そう、あれ実際断れないよね。そう、確かにあの状況で断ったらもう女の子ヤバいやつみたいになるってなるからね。後に断るし、やっぱりみたいな、ね、やっぱりそうなんですよね。マリッジブルーになるだけよね、あんなね。うん、あー、結婚はね、いつかしたいっすね。結婚はね、いつかね。何歳ですか、したいのは。33歳ですね。33、松也くんは32、3ですかね。9年後早いですね、2人。9年後よ、9年後。なるほどね。もう30後半でいいですかね。まあまあ、でも実際損害でいいですよね、はい。まあ、ちょっと色気が出だしてやっとみたいな。9年後って結構あるよ。あと9年間、うん、あと9年間ホスト頑張りましょうかね。じゃあ、ね、そうですね。39までじゃあホストするわ。9年って長いですね、結構ね。あと9年間待ってます。面白いですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。